セントポールズスクールはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州コンコードにボストン在住のジョージ社タック医師が自らの避暑地を寄贈して設立された私塾に由来し高等教育進学準備のための私立ボーリングスクール。現在は男女共学。米国制公会所属であるが多くの学生は教会員ではない。ミルビルはセントポールズスクール学校内を構成する。 建築物によるコミュニティに与えられた愛称であり、学校に関連することで頻繁に使用される用語でもある。また、アメリカ合衆国において、最初にアイスホッケーの試合が行われた場所であり、最初にラケットボール、およびスカッシュのコートが開設された学校で、いわゆるテンスクール校の一つである。1949年以来、日本の私立学校である、 成計高等学校と交換留学制度を設けている。セントポールズスクールは数多くの伝統で知られ、代表例としてクリケットホリデーという学校行事がある。クリケットホリデーは新学期の始まりのある晴れた爽やかな秋の日に学校長が朝の礼拝で発表するものである。当日は授業は延期され、学生は様々な活動に参加することになる。 ありがとうございます。